天皇杯、まあ、セミファイナルを含めたカップ戦が残されています。従いましてどちらもこれで終わりではありません。さあ前半が始まりました。左エンド川崎、右エンド柏です。ちょっと間合いを図って右のスペースに出します。ワンタッチ、クリスティアーノからオルンガ、うん、抜けて、お、チャンスだぞ、オルンガだ、飛ばしてオルンガ左足、まさに柏らしい点の取り方、最後エースオルンガ、シーズン28点目。で守った後のところは全体として常に共有できている部分はあると思うんですよね、はい、北爪からクリスチアーノ、そこからワンタッチオルンガ、まあ、お互いによく見えた中でボールがつながってますし、また空中のボールの競り合いの部分が、まあ、これは身体的な部分がかなり影響してますけども、やっぱりオルンガ強いなっていうところは見せましたよね。またまあ出てくるキーパーをしっかり見て外す部分も非常に冷静だと思いますし、はい、まあ、しなやかなので足がぐーって前に伸びますよね。そうですね、力みがないですから、はい、クリスティアーノに入れられる前に取りました。前に出ましたセンターバック山村、山根も出た総攻撃、川崎フロンターレ、田中入れました、ニヤニレアントロダミアン、コーナーキックになります。さあ見せてきた部分ですから惜しかったですね。しょってレアンドロ・ダミアンの折り返し、旗手下げて、これが上り里、点で合わせるボール、田中のヘディング、しのぎました、キム・センギュ、ショットストップです。ちょっと古賀のプッシュアップだけ瞬間遅れてしまって、はい、まあ、そこにうまくボールと人が入ってきたと、まあ、クロスの質も高かった。これで前半終了の笛です。オルンガシーズン28ゴール目、柏が1点取って前半は 1-0。 後半が始まりました。ちょっと内側で受けたクリスティアーノが北爪を走らせます。チョンソンリョンが出てくる、おっと、流し込んだが JGL のカバーギリギリ、まだありません、中入った、チョンソンの逆サイドがいた、始まって20数秒、柏レイソル大きな追加点、チャンピオン相手に2対0。打者来るのをあらかじめなんかを見せてたような準備をして、はい、宮原から、ね、中盤こういったところに球が出てるんですけど、まあ、そこのプレーがうまくいった時に北爪がスプリントしたと、はい、まあ、川崎の方も戻りながらの守備のところはちょっとうまくできなかった分は確かにあるんですけど、はい、まあ、後半スタートキックをした側がボールを持ったところでうまくやりましたので、で川崎はどういうプレッシングするのかって、まあ、基本的には奪いに来るんですけど、うまく中盤の背後を取りましたもんね、はい、遅れて森田がニア、家永飛んだ、ヘディング、なんと家永ヘディング、48分、川崎追い上げの1点、2対1です。まずジャンプの、はい、まあ、タイミング、まあ、ボールの落下線の把握と、はい、まあ、ジャンプのタイミングが非常に良くて、まあ、守備者からすると自分は飛ぶことができずに上から、ね、叩かれてますから、はい、ランニングはおそらく常に狙ってくるはずなので、うん、おっと、森田を江坂で潰してオルンガパス、外からクリスティアーノがスプリントする、転がして逆サイドにクリスティアーノがいた、マーク、あー、狙った、クリスティアーノ、柏らしい速攻、森田を潰して、まあ、まさに柏の守備からのカウンターだという典型的な形には見えますし、はい、やっぱり中状況をしっかり把握して確認して、江坂はそこを基準にプレー、大谷です、おっと、キム・スンギュミスした、パスをしてレアンドロ・ダミアン、川崎追いつきました、55分、ミスを誘って最後レアンドロ・ダミアン、2対2です。ちょっと見てみましょう、
そうだな、はい、まあ、おそらく運びながら周りの状況を確認したら、ね、結構寄せられてきたので、ちょっとこう急ぎ気味でサイドに森田が出かけていきました、うん、ただ田中がここにいます。フリック、オチョス、ゴールに向かった三笘だ、ナイスキーパー、キムスンゲしのぎました。右のサイド、小林ですね、小林ですね、小林ですね、ごめんなさい、はい、さあ三笘だ、ちょっとばらけている、足元に入れながらスピードを上げます。三笘パスにした、家永打つ、うまい、2点のビハインドひっくり返しました。チャンピオンチーム2対3、家永今日2ゴール、これでシーズン11得点です。川崎がカウンターで仕留めましたけども、はい、まあ、やっぱりボール持ってる人に守備者は基本的には視線が向きますんで、まあ、その、ね、運びに対しては逆方向に動いてるんですけども、まあ、三笘も間接視野でしっかり収めながら最適なタイミングでボールは離せてますし、あとシュートテクニックのところが、まあ、あえて浮かせてる、ね、ボールを選択してますけども見えてると思います。おっと仲間打った、打ってきました、仲間だ、クロスバー、惜しいシュートでした、仲間、もう少しボール落ちてくるのが待てた、さあ掴み合い、どこだ、ヘディングだ、これでゴールは空いてます。どうするか、家永思い切って蹴ったところで試合終了の笛が鳴りました。2点ビハインドひっくり